つも高橋里奈オフィシャルチャンネルをご覧いただきありがとうございます。先日秋田森部の里大山荘にてコンサートをしてきまして、そちらの案内動画を作成しましたので、ぜひご覧いただければ幸いです。それでは案内スタート、どうぞ。これが当川口温泉の大山荘の入り口になります。はい、で今太陽を背にしてこちらの方が、東になります。真東になります。この先に大山脈がありますね。で、真正面に向かったこちらの方が真西になります。ずっと行くとポルトガルまで行くユーラシア大陸の大陸つながっている、方角になりますね。こちらの方に夕日が沈むという形になります。でその昔この山の方に向かったところの 1.5 キロ先には小峠山の大杉っていうでっかい天然の大杉があるんですけども、その1キロ山の中に川口鉱山っていうものが江戸時代にありまして、金銀が取れたのでここに一つの集落ができるくらいの人が集まったんですね。で今あそこに見える建物、古い建物が鹿子温泉、鹿の子供と書いた鹿子温泉、柏温泉とも言いますが、そこがその炭鉱の甲府たちの銭湯になってたんですね。それがもともと川口温泉の発祥の地になります。で今から40年ぐらい前に日本列島リゾートブームの時に、この山荘は他の山荘と一連の事業で作られたものの一つになります。でこの両側にあるのが有名な秋田杉ですね。まっすぐ育つというか大体これで50年ぐらいですね、の太いの で中のやつは細いですけど、やっぱりこう競争で大きくなると外側の方が大きくなって中側は細いと。でこれ傷みが綺麗なのでよく建築材に使われてますね。大体30年ぐらいすると綺麗ですね。そうですね。で杉林の中に松の林が見えると思うんですけど、もともとはこの辺は松の自生地だから、松ぼっくりが地面に落ちるとほとんど芽が出るというので、森坊の森で松ぼっくりの坊がついて森坊の里という名前がついた。でここは鹿が山の鹿がたくさんいるので、江戸時代から日本鹿ハモシがいっぱいいるので、鹿の子供がその温泉でお湯に入ったという言われがあって鹿子温泉という名前がついたんですね。でここは古くからその川口渓谷と言われた、とても綺麗な渓谷があるものですから、その名前から川口温泉という形になって今の大山荘につながっているということがストーリーになります。ちょうど40年前にこの大山荘できる前にはこの鹿子温泉に掃除に来るお客さんがたくさんいたんですね。この鉱山自体も100年ぐらいは掘られたんですけど、もう江戸末期にはもう閉山して、昔鎌倉の大仏さんとか奈良の大仏さんの金箔はこういう秋田の金銀が使われたというふうに言われていますね。秋田には金鉱山がとても多いんです。ご存知か分かりませんけど、山から掘り出す金の鉱脈、金の鉱石からは1トンの鉱石が大体2グラムぐらいが取れないです、金銀がね。ところが今の廃棄物、携帯電話とかコンピューターからはその10倍20グラム以上取れるというので、都市鉱山と言われてる秋田はね、そういう鉱山の跡地に鉱山の精錬技術を使って、その廃棄された携帯電話コンピューターから金銀白金を取るというので、リサイクルの代表格なんですね。ですから都市鉱山、シティマインという技術が確立されて、世界でもトップクラスの技術ですね。だから世界中から今そのリサイクルの携帯電話とかパソコンが逆輸入されてます。まあ機会があればね、北の方にあるので、小坂鉱山とかっていうことね、ありますので、ぜひ見学してもらえれば、はい、これからのカーボンリサイクル、CO2 削減の事業に結びついていることがあります。うん、目の前に見えるのが、その四角温泉ですね。かつての。
段歩いてないから息切れてる。マスクすると気持ち悪いんだけど。外見えた時はいいんだけどね、泣いてないから悪いもんね。全然体が熱くて。ねえ、いい時だから。春ですね、青葉が見える。ほっとするね、青葉、青葉が見えるから。生きている証拠ですからね、青葉。佐々木さん、何をなさっているんでしょうか。湧き水が流れてきています。ああ、そうなんですか。ここに地図が。そうですね、これはあの新奥の細道の紹介なんですけど、はい、今いるのは現在地ですね。大分山荘があります、はい、で先ほど言った川口渓谷というところに四角温泉があったんですね、昔ね。でその上へ行くと川口鉱山があったということになっています。で、万木川口渓谷鹿恋の道と書いてますが、鹿がたくさん昔いたので、鹿のラブソングがたくさんあったという言われがあって鹿恋の道という別名がついてますね。なるほど。で下の方に、太田紅葉の森大台スキー場ありますが、これから2キロぐらい北の方にスキー場があって、そこはナイターもやってますね。で、もうちょっと行くと万木渓谷という川口渓谷が、女性美だとすればあっちは男性美と言われている万木渓谷がありますね。で万木渓谷の、西の方には薬師岳、和賀岳っていうのがありまして、これはとてもあの自然が豊かで遺伝子の宝庫と言われています。だから秋田の北とはもう一軒の教会に世界遺産の白神山地ありますが、そこよりも遺伝子が多いと言われている、和賀岳というのがあって、これからの、まあ、私どものね研究のテーマになっている、遺伝子がたくさん我々の生活に、恩恵をもたらしてくれるだろうということで今期待をしているところですね。へえ。こちらが大分山荘の入り口。はい、太田国民休養地ということで最初スタートしたんですね。うん、ですから全国的にリゾートブームの時の名残のものですね。うん、で太田農村体験森母の里っていうのがあって、全体をこれ森母の里と言われてますね、この県一帯がね。森母はさっき言ったように森森林の森と松ぼっくりの母がなまって森母ということで、この松の木から落ちた松ぼっくりの実はほとんど芽を出すということで食性が豊かだということが分かっていますね。こちらが大分山荘の全体像になります。これで方向できるかな。今こちらの方に熊注意となってますけどね、はい、去年訪れたでもこの辺に民家があったんですけど、やっぱ熊が進出されて民家荒らされちゃってですね、みんな引っ越しちゃったんです、下の町の方に。ああ、そうなんですか。それぐらい自然が豊かになってきたっていうよりも山里がなくなってきたということがの熊の進出を許してしまってるんですね。それはもうちょっと咲く桜の木ですね。これも4、50年前にここの山荘ができるときに植林したものなので、とても古い木ですけどね、綺麗な花咲きますよ。うん、5月にやらせてくださいます。入り口ですね、これが大田ふれあいの里グランドゴルフ場。正面に同じような建物が3つありますけど、あれはバーベキューハウスですね。で周りがバーベキューガーデンになってますけど、雨でも降った時も使えるように室内のバーベキューハウスが3棟建ってますね。こちらが去年熊に襲われてもう人住んでませんけど、住家だったんですけど熊に荒らされまして、住民が町の方に引っ越しされました。で青いあの
囲いがありますが、これはブルーベリーですね。ブルーベリーの畑ですけども、秋田県一の生産量、この辺はブルーベリーの産地になっています。だから夏から秋にかけてはブルーベリーの、ね、収穫も楽しめます。建物が離れになってまして、もみじ庵、赤松庵という、住宅になっています。これはレンタルでね、宿泊をするということで、外国人の方々はよく来てますね。そこの料理は自分たちでやってもいいし、ホテルからケータリングもできるということで、多様性に使っていただいてます。今はちょっと休館中ですよ、コロナでね。ちょっと調節も大変なんで、